はい、それでは今日はこちらの靴を磨いていこうと思います。前回、今回のポイントとしては、前回こうつま先をですね、黒い、ビーズワックスで光らせようとしてしまったんですね。しかしながら結構着色力が強くて、これ黒はダメだなと思って、ナチュラルというか透明なものを、こういうんじゃなくて、この透明のタイプですね、なんていうのかな、ニュートラル、ニュートラルっていうらしいですね。ニュートラルを購入しました。この前ね、黒でやっちゃったんですけど、黒だとかなり着色がね、薄く塗ったとしても薄めに塗っても結構きつかったですね。まあという感じで、今回ちょっと表面磨きまでやっていければなと思っております。すいません、うまげのブラシでね、ホコリを取るところとかからね、始めた方が良かったですね。シューポリッシュですね。シューポリッシュというか、ワックス。ワックスはやっぱり色を揃えるか、ニュートラルで統一するか、黒とかこういうものですらね、黒使えるかっていうと使えないということで言えるかと思います。全体的にホコリが取れましたら、そうですね、これ磨くときとこう入れとくときではちょっとね、違う方がいいかなと思って、これは結構シワをきれいに伸ばしてくれる感じのやつですね。ただずっと入れとくと、入れとくようなもんでもないかなと思いますけど、それでは、こういう動画は ASMR 要素が強い方がいいんでしょうかね。ちょっとそこら辺が分からなくて、初めてなんで特に何も何のこだわりもなく撮ってしまっていますが、まあこれを、ね、見ながら自分でもなんかどうした方がいいかなと考えて、良ければいいなと思っております。つま先以外は綺麗ですね。つま先は、これはあれですね、片足ずついきますか。クレム
1925の方を使っての、方というかクレム1925を使って撮っていこうと思います。それは逆だし、すごいな、表面磨きってするのよりも剥がすのが大変ですよね。剥がすのが本当に嫌で、ちょっともう表面はやめてしまおうかといつも思うんですけど、表面はこれで最後だっていつも誓うが、なんかやりたくなってしまう、よくないです。そういう魔力が表面磨きにはありますよね。本当に良くない。何にもいいことがない。強いて言えばあれか、ほぼできてる。傷とか、なんだろう、欠けることからほぼはできてるみたいなことなんでしょうかね。まあとはいえですよね、そんなのたかが知れてるとは思うんですけど、それ以上にこう皮膚にというか皮に悪そうですよね。もちろん定期的に剥がして栄養を入れてってすればいいのかもしれませんが、それを忘れちゃった時のこの皮へのダメージが、傷とかを防止するっていう効用をはるかに超えて悪いような気がしますね。個人の感想ですが、なんでちょっと薄塗りをね心がけていきたい。薄く均一に塗ってちょっとねキラッとしてるかなってぐらいで今回は留めていきたいと思います。
結構取れますね。クレーム1925で取るときのコツはある程度力を入れるところですかね。どうなんでしょう。このね、すっぴんというか何もフックスがついていない状態の肌の美しさを見てしまうとこのままでいいんじゃないかって思っちゃいますよね。かかとがちょっとだけ素晴らしい。こんなもんでしょう。すっぴんの状態、すっぴんの状態とは言いながらね、クレーム1925を使ってるんで、なんか溶剤系のリムーバーを使った時のようなカサカサ感はないですね。ちょっともったいない感じもしますけどね。
これで一旦あれですね、クリーニングの作業が終わりました。ということで、じゃあ革の状態としては非常にしっとりとした状況を保ってて、インナーは今回はちょっと省いていくというか、特にデリケートクリーム塗るようなことはせずにいこうと思います。外にね、本当に薄く、デリケートクリームを塗っていこうと思います。ごく薄くね、塗っていきます。結構ね、これでブラッシングしていけば艶も出る感じではありますが、もう片方もやっていきましょう。もうちょっとあれですね、カメラが15分の壁がもう一度来てしまう。最初はこのクレーム1925を仕上げてきました。あれも考えてたんですが、ウルトブラックのこの色付きのものを使っていこうかなと、今ね、この瞬間にとっさに思い至りました。行きましょう。
初めからね結構硬いんですね。ジグジグのヌメヌメを想定していたんですが、ね、叩くようにね置いて、一回置いたところにはもう触らないと。今日はね3周ぐらいでとどめとこうと思います。薄塗りということで、よし、これで1周終わり。素早くねやっていきましょう。で、2がすごい綺麗にいって、それでもなおかかとを光らせたい場合はかかとを光らせていこうと思います。難しい。1周でいい気がしてきましたね。いや、本当に難しいな、これ。どこまでやればいいのかっていうのが全くわからないです。
これでいってみましょう。蓋を使いたいがやめておこう。こいつの蓋を借りよう。怖いな。余計怖い。水を入れてきます。録画が5分しかできないみたいな出てるので時間的にも怖いな。無理だな。普通に考えて初めてやる靴磨きのなんかこうプロシージャーというかなんかやることを5分で完成させられるのか。私は無理でしかないんだと言いつつぬるっとぬるっと始めてみます。ぬるっと。ああでもまあまあまあ及第点じゃないですか。素人なので許してください。こんなもんでいいでしょう。いいじゃないですか。良いです。やっぱりナチュラル、ナチュラルじゃない、ニュートラル、ニュートラルいいです。こういう靴にはこのね、ここにもグラデーションがあるっていうのが消えちゃうと悲しいので素晴らしいですね。ああもうこれだけ見ていただければいいでしょう。このビデオはもう片方の足はやっときますって感じで、録画が止まり次第このビデオ終わると思いますが、ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。よし、こっちも頑張ろう。もうちょっとだな。こんなもんです。あ、ちょっと濡れすぎか。いやでも別にいけます。よし、まあいいでしょう。
右足の方がうまくいってますね。あんなに水は多くない方が良かったのかもしれないですね。こんなもんでしょう。